はい、えー、どうも、吉谷です。えー、熟成さんからですね、結果報告いただいたので、シェアしていきたいと思います。えー、相変わらずカメラ関係はぼちぼち売れております。本体セット3、4台、レンズ2本、3本、小物がいくつか売れております。えー、購入者の方からもありがとうおメッセージをいただいております。ありがとうございます。はい、4日ほど前、ド,ドリアカのボータルに億万長者合宿の項目が増えているの気づきました。 吉田さんのプロモーション動画の再生リストを見ると、500本以上の動画があることに気づき、これはもうやらんとあかんなと感じました。吉田さんのプロモーションには500本動画を作ってる以上、誰も見てない新山チャンネルは、当然500本動画を作らんとはいかないよなと思いました。昨日と30本の動画を作り、第1話、第2話で YouTube をアップすることができました。いつも動画や音声を作っていても作りっぱなしです。ずっと4人出ていなかったら助かりましたと。 セールスレター、LP も使らず一番簡単な興味ある方はメッセージくださいで出しましたと。えー、量も質もヘッポコなのでとにかくマインドブロックを突破できるように一番ハードルの低い方法でとっとと動画を作ったろうと思います。いつもありがとうございます。ということで。そうですね。いやー、マインドブロックね。いや、マインドブロックなんですよ。もうね、何もするにもマインドブロックですね。みんなブロックしてるんで、 うん稼ぎたいけどブロックみたいなね。稼ぎたいけどひたすらブロックするっていう。まあ、億万長者合宿ですね。あの、量がありすぎるんで、今限定でやってるんですけど、裏でやってますからね。ちょっと見てみましょうか。再生リストに載せてるんで、まあ今日もね、3本取りますけど、何本いったんだ。えー、っと。再生リストにあるんで、再生リスト。まあ限定公開でも、再生リストに、 けてるんで何本だこれあれこれスクロールもういかねえぞあれスクロールしないあれ200以上スクロールしないのかなあスクロールした クロールしましたね。いやまあまあ五百四十六本ですね。すみません。もうめんどくせえわ。<laughs> あの五百四十六入れてます。はい。まあそんな感じですね。はい。まあ一万本作るんで、まあずっと続き今今三本ぐらいのリレーなんですけど、いやーねこれちょっと余談ですけども、本当にあの。 なんだ、移動中、久保哲郎ラッシュ。いや、やばかったですね。で、鹿児島ついて、事務所ついて40本、50本やってたんで、裏で。まあ、今度一般公開しますけど。あれやりながらは結構ね、マジでね、修行ですね、もはや。<laughs> ま、僕ほどやらなくてもいいんですけど、まあ、例えばじゃあ、ちょっと瀬戸康史さんをね、ご紹介しますけど、瀬戸康史さん。僕、瀬戸康史さん好きなんですけど、 マインドブロックを外す上でね、瀬戸小路さんのちょっと見ていただけるといいんじゃないかなと。まあ、チャンネル登録者数100万人います。で、まあもう有名 YouTuber なんですけど。じゃあこのね、瀬戸小路さん今編集すごいし綺麗なんですけども、じゃあ古いじゃん。一番最初に瀬戸小路さんがアップした動画どういうやつかっていうと8年前。これね、じゃあ iPhone がやって、iPad やってきたとか、これもう完全ノーここら辺ノー編集ですからね。これノー編集ですよ。 だから結局初めの一歩っていうのは、うん、最初からクオリティがいいものってできないんですよ。じゃあ今150万人いる瀬戸康史さんですら、最初脳編集ですよ。脳編集でこのレビューをしてたんですよね。こっからスタートなんですよ。東京ドームに行ってきたとかね。わ <laughs> かります <laughs> まあ僕みたいな感じですよね。やってきたとかね。<laughs> そう、これまだまだ全然その9年前の話ですからね。 なこういう事実をどう捉えますみたいな。うん。要は成功の人、成功してる人の足跡をしっかりたどれば、その人たちが何をやってきたのかっていうのはわかりますから。うん。だからそこをしっかりとフォーカスしてみてほしいなと思いますね。僕も YouTube 始めるときに、当時ですね。その全部、古い順から全部並べて、この人たちがどういうふうにやってきたのかって全部見ましたから。とにかく YouTube の古い順からひとまず全部見るっていうね。 これおすすめなんですけど、有名な人も古い順何、一番最初に何やってたのかっていう、そこを見てました。この人たち何やってたのっていう。で、僕が、あの、本数一体、本数をたくさんやってる理由もあるんですけど、えー、っと、光く、光る、光るゲーム。光るゲームズ。まあ、光るゲームズですよ。まさしく。 まさしく僕がもう本数やらんとあかんなっていう。まあ今回ね、熟成さんから吉谷さんもやらん、やってるなってやらんとあかんなってことですけど、僕は光ゲームズを見て、まああの、やらんとあかんなっていうことをもう身にしみました。何かっていうと、こう古い順ですね。古い順にやると、はい、えー、こちらですね。えー、この <laughs>、この動画もちょっと見てほしいんですけど、これね、マジで誰でも撮れますよ。 これね、悪いですけど、マジでも誰でも撮れます。小学生でもマジでトろトロ、トロのも取撮れます、この動画。これをね、めちゃくちゃアップしてたんですね。で、まあ、ヒカルのこのゲームズチャンネルっていうのが、8000本ぐらいアップしてるんですよで。これで量産してたんですけど、ね、これで。ここら辺も全部パワーアップ、で誰もが撮れる感じでやってたんですけど。で、これが、えー、なんだ ?8000 本ぐらいあるんですね、動画本数が。 よいしょ。よいしょ。はい。あ、ちょっと行き過ぎた。8430本あります。見てください。8430本ありますこれ。これが事実です。8430本あります。これ見たときに、俺これ、これは越さんとあかんなと思ったんですよね。うん。これはちょっと越してかんとあかんなっていう。あとは光くんがもともと情報商材売ってたんで、ちょっとこれやらんとあかんなって思いました。うん。 これ、これの数字見て僕はねいやあの、結構本数アップしようって当時決めましたけどねあ。今有名な人もこんな最初やってたんだみたいなね。そう。うん。なんですね。はい、だからまあ本当にね、あの、やってほしいですし、なんかその多くの人っていうのが成功してる表面上のところしか見てないんですけど、泥臭いことやってますから。本当に泥臭いことやってますよ。うん で、その泥臭いことをやりたくないんだったら40年間サラリーマンで働くっていう泥臭い仕事を、泥臭いって言ったらあれかもしれないですけど、どっちやりますかっていう、どっちの方がレバーかかりますかって話なんですよ。だからどっちにし、どっち、いずれにせよ、うん、まあ会社に行くっていうことも、うーん、なんか毎日通勤するっていうこともなんか、うん、しんどいと思うんですよね。 うんでも、それ続けてて、じゃあ、レバーかかりますかっていう。じゃあ、それを40歳、四それを続けて、じゃあ、50歳の時リストラになった時どうしますっていう。再就職ありますかっていう。いや、でも、じゃあ、逆に YouTube20 年間とか30年間やってたらどうなりますかっていう。なんか、それって、なんか、相対的に見るとなんか、わかりますよね。しかも、まあ、しっかりと勉強して、30年、40年やって、YouTube やってたとするならば、その後のレバレッジってなんとなくイメージできません 逆に YouTube をなんか30年勉強して向上させてやっててなんか1円も生み出せないってことは僕はそれはありえないっていうか <laughs> 考えづらいですよね。うん、はい。ということで、えー、結果をいただきましたのでシェアさせていただきました。ありがとうございます。